考えましょう。じゃあ、まあ、若く見えるとしたら、うん、まあ、僕が簡単にできることで言うと、はい、あのペンシルがあるんです。ペンシルそれでこうここにシワを例えば、はいはいはい、僕たまに不規約やることがあるんですけど、ほうれん線入れてここのシワ、シワ を作ってシワのところに描く、うん、これが一番いいと思います。でそうすると老けて見えてると見えてきます、はいはい、であの眉毛を白で潰す。なるほどね。白ひげをつける、うん、でちょっと声を枯らす。はいはいはい。わしはねどういうこと。なんかあれですね、あの見たことありますね。見たことあるかもしれない、はい、だとしたらもうありがたいんですけども、僕の老け役を見てくれたんでしょう。でもね、あのいいんですよ、無理することないっていう大前提ですよ。もうそのままのあなたでいいですよ。いい今大前提、本当に老けたいんですか、老けたいならこれぐらいやる。そこまでやりますか。あと若く見えたいとしたら、若く見えたいだとしたら、ね、なんかありますか。老けてて僕は思うんだけど、年相応に見られないってことは若いんだけど老けて見えてしまうっていうパターンだとしたら、喋、うんうん、ってる時に、うん、たまに、うん、キャハハっていう、ね。はいはい。うん、そうすればね、はいはい、あ、この人子供だな、無邪気だな、なると思うんですよ。うん、なるほど、ね、バカなのかなとかね、そういうのもいいですよ、ね。無邪気さね、うん。なるほどね。あと僕も結構そういう、あとどっちかっていうと年上に見られ、今いくつだっけ？33です。確かにしっかり33には見えない。あ、でも伊藤さんはじゃああれですか、若く見られたいみたいなのが欲しい、まあ、でもね、肌はねパンパンですよ。いや、つやつやしてますよ、すごく、うん、でもきっとこの方も多分、もしこの方が老けて見れる、ね、年より上に見られるということであれば、うんうん、すごく共感する、共感する、共感する、どうするか、その時何としてますか。だから僕だからちょっとそれで悩んだ時は一回あって、はいはいはい、で、まあ、それは相対的なことなんですけれども、とりあえずツイッターで、うん、あのキャリーパミラをフォローして大回り小さいな、大回り気分ですね、気分を変えようってことだろうから、うん、そうかもしれないね、うん、若い、まあ若くなりたいんだったら、うん、自分の中 の内面、誰に何歳でやっても若い部分は絶対に持ってるから、うん、そこをすごいデフォルメして、うん、そこから変えていこうって思って、そうそうそう、とりあえずあのフォローボタンを押しました。あ、でもね、外見ってなかなか変えられないですよ、そういう意味では。で結局人が見てるって、ね、その仕草とか態度とか表情、笑い方とか、それはそうですけど、そういうのであれこの人若いのかなとか、ちょっとですね、そういうのをこう現代に見つけるわけじゃないですか、人って、うんうん、だそう、なんか見られるか見られるかっていうその写真的なところばっかり囚われていくと、年相応には見られてこないですね、確かに。やべえ、またまともなこと言っちゃったいいんじゃないですか。いや、だからそのそういうさっき言ったような、確かに遠いかもしれないけど、キャリーパイメンに興味を持ってみる、じゃあそこからキャリーパイメンさんのファンの人ってどういう人だろうっていうふうに見ていったりとか、ね、でその感性を見ていって、そういう意味で過ごしていったりとかすると、ちょっと自分の表情とか変わってきたりとか、これはしますから。で目の前に向かって、おちょっと来てんじゃないとかって褒め続けると、意外とこう肌つやも良くなってきて、どんどん若く見られるとか、そういうふうにはなってくる可能性はありますね。そうですね、はい、そのおかげで僕結構肌つやが良くなってくる。なるほどね。まあ、あとお歯黒塗るっていうのもありますね。なるほどね。未婚ですよっていうアピールをするっていうパターン。あと若いね、ちなみにあの力士に見られたいっていう場合はどうする。力士に見られたいなっていう、力士です、そういう悩みがあったとしたら、いやでもちょっとこれ会社の話、さっきから出てますけど、はい、あの本当にあのシューシュー言うのはありだと思うんですよ。なるほどね。まああと回しをつけて街に出るっていう。まあ周りを見るとか、周りを見るとか、塩を人にぶつけるとか。ということで、まあ腰結果としてはね、塩をぶつけてください。じゃあ次いきますね。